仕掛けが出来上がりました。で、この浮き止めストッパーのところはこのクッションにかからないところで、これより下に行くと投げるときに絡まってしまいます。で、まずベールを開けて糸をフリーにします。で、その先から伸ばしていきます。で、このガイドっていうところを方向を同じように合わせていきます。天秤の片方の、針は極端に短くしてます。で、こちら、倍以上の長さにしてます。で、浮き止めの金なんですけど、大体最初は2ヒロぐらいからスタートします。2ヒロというのはここからスタートしますので、ここからこれで1ヒロ、手の手のひらいっぱいで、ここで1ヒロ、で、2ヒロはここで止まるんで、ここを浮き止めを変えます。で、ここからもう1つ、これで2ヒロ、で、2ヒロっていうのはここまで行くと浮きが止まります。で、この重さが落ちるっていうことで、最初こういうところはわからないんで、まず2ヒロからして餌の取り方を見て棚を調整します。